優勝戦4号艇の金田聡選手ですすよろししくお願いま準優勝戦は2コースからコンマ17のスタート、さしてさしての2着で優勝ということになりました、はい、今節なしの仕上がりなんですが、いかがでしょうかまあ序盤に比べればね、スリット付近はだいぶ良くなったと思います、はいはい、前傾民に手にされたとき、ドリームの時にはちょっと劣勢かなとおっしゃっていましたが、はい、序盤戦は外枠でしのぎました。はいはい スリッット付近がアップしてきたの,はどの辺りからですかそうですねペラタたいただけですけど、あと外回り少しいじくっただけなんですけど、はい、まあその辺は優勝戦入っても引きは取らないと思ってます、はい準優勝直後には峰選手より出てるぞっとおっしゃってましたが。 そうですね <laughs> 出てる特訓とかね、はい、では出てると思いましたやっぱり金田選手が伸びるなという声も聞かれたんですが、はい、そのあたりに上積みがあって、そうですね、スリット付近の足は本当にいいと思います、はいはい、そして今節は季節外れの暑さになったわけなんですが、その気温の方にも対応はできた感じですかそうですね、きょうはまあしっかりまたペラ叩き直したら、今日また良くなってたんで、はい、大丈夫だと思います、はい、接戦から抜け出るということは、しっかりとした足になっていたと。そうですね端周りも ししっかかりしてきたかなと思います、はい、優勝戦の枠は4枠ということですが、こう作戦面はいかがお考えでしょう,かうんまあ、枠なりでい稼働でいきたいです。期末ですからスタートの方が課題かなというところですがそうですねスタートはもう早いのはちょっといけないですけど、はい、まあしっかり一定一ぐらい、きたいいですねはわ、いはい、かりました。 今年は前走ガマゴうりに続いてこれが2回目の輸出です、はい、前回の優勝は昨年12月の浜名湖でした今年初 V を向けての一戦ですファンの方に一言お願いします4号、えー、手得意なんでね、まあ、スタートいってね展開あれば勝ちたいと思います応援お願いします